で、盛岡のうちはどこに行くんですか？お墓参りじゃない、いや、初詣はどこですか？お墓参りじゃない、初詣はどこですか？八幡宮？あ、八幡宮に行くんですね。だからその八幡宮に、まあ皆さんね、初詣で行かれると思うけど、まあそういうところって、波動の高いところに行けば、まあ当然自分も振動数、人間は振動数でできてるし、波動でできてるし、そういう波動の高いところに行けば自分の振動数も引き上げてもらえるわけですけども、結局家に帰ってきて、家が汚いし、家がアンチパワースポットだと結局波動が元に戻るわけですよ。ってことはですよ、せっかく時間とお金とエネルギーかけていったところで、そこで振動数は波動が上がったところで家帰ったら元に戻るんだから、行かなくてよくねって話なんですよ。だから行かなくてよくねえずらって感じで。あ、それはね。なんだっけ。ベなんだね。あの、僕は地元は東京八王子ですけども、八王子もベって言うんですよね。だからこのベって結構ね、その八王子から出た時にもう結構自分で癖になってて、ダメとか言うとかなりこうバカにされたりありますけどもね。まあそんなことはいいね。そんなことはいいんだけど、初詣ね、多分皆さん、まあ僕これいつも言ってるけど、こうなぜね、日本でこう初詣、まあ初詣っていうその習慣っていうのは僕素晴らしいと思いますけども、絶対的に行かなければいけないのは大晦日ですよ。あの、晦日詣っていうのは絶対に行ってくださいね。だからその八幡宮でしたっけ。だから八幡宮は12月31日ですよ。初詣じゃないですよ、大事なのは。大事なのは大晦日に、これもう皆さんのね、もう人生の年間行事に絶対入れて、大晦日は絶対に感謝に行くんだっていうのを決めて、絶対行事に入れてほしいんですよ。この12月31日にね、本当今年1年いいこと、本当にいいことしかありませんでした。別に心の中で嫌なことあったのもいいけど、あの、口に出す言葉は本当に神様ね、本当に今年もいい1年でした、本当にありがとうございましたって。で、もういいですよ、いろんなこと言っていいですけども、愚痴を絶対言わない、とにかく感謝しか述べない。だから本当に神様、今年は本当にいい1年でしたって。また来年ね、1年また一生懸命ね、世のため人のためにね、喜ばれる存在になりますので、どうかお見守りくださいとか言ってね。で、それで手を合わせるというのは、僕もこれもマストですよ。だってね、そんなね、1年の感謝もせずにね、年が明けてから、神様、今年も1年お願いしますよ、2018年本当にひどい年だったな、もう生きてたって何のために生きてるのか分かんないから、本当につらいことばっかりで、辛いこと悲しいこと理不尽なことしかなくて、なんで私にこんなつらいことばっかり起こるの、神様、今年こそ金ますよ、パンパンって手叩くわけで、終わってるでしょこういう人、マジで終わってるでしょこういう人。だからもうこれだけは僕絶対やめてほしいわけですよ。1年の感謝、本当にありがとうございましたというのを、12月31日家族で皆さんで、僕はもう絶対に言ってほしいんですよね。もうこれはね、マストです。だからこれをしてから、初詣に行かれてほしいわけですね。だからこの話をするとね、いつもこんなこと言う人がいてね、じゃあ桜子さんね、夜のこんにちは夜のこんにちは、あ、こんにちは夜の11時50分ぐらいに晦日詣に行っていいですかって。で、晦日詣終わったらそのまま初詣行きたいんですって、うん、もうね、来世頑張れもうこういう人はね、無理、こういう人は無理なんで、もう日明るいうちに行ってくださいね、晦日詣、晦日詣、あ、地震、いや、地震じゃないですよ、はい、もう稽古と学ぶのせいでいいなんで大晦日は絶対、皆さんはもう絶対に晦日もう年に行くんだと決めて行事を組んで、ご家族の方とぜひ行ってください。大事なのは初詣じゃないですよ。まあ、初詣もちろん大切ですけれども、今年も1年ね、一生懸命、人のために、世のため人のために喜ばれる存在でありますと言って行ってほしいですけどもね。だから大晦日と初詣、まあ、1日だろうか2日だろうか分かりませんけども、これはね、混ぜてやってください。まあ僕はもう何年前からかな、もう5、6年前からずっと大晦日はありがとうございましたというふうに言ってますので、まあこれはぜひやっていただきたいなと思いますね。で、まあ2018年あと2週間もう切ったんですかね、2週間切りました、この2週間の間にいかに家の中から物を減らせるかという勝負ですね。本当にもうこの、いいですか、2018年12月31日の家の中の状態がそのまま2019年続いていくわけですよ断言しておきますよ、本当に。だって簡単でしょ、減らせばいいんだから、掃除しようって言ってんじゃないんですよ、減らすだけですから。でもね、大体ね、これ、ま、もう僕ね、これ4年間同じこと言い続けてるけども、大体皆さんね、12月29日ぐらいからやりだすんですよ
でね、どういう顛末になるかというとね、ゴミ収集が来ないんですよ。ゴミ収集が来ないから結局ゴミを出せないまま終わるんですよ。で結局あのゴミが出せないから、じゃあ来年やろって言って気がついたらまた2019年の年末ですよ。だから去年も全くここで同じ話してるはずだけども、皆さんはやらないからそのままそのゴミが今でもあるわけですよ。もうでも笑ってる人はみんなそうだよ。笑ってるね、笑ってるよ。もうやろう、本当にいつやるの、本当にいつ本気出してやるの。もう物減らそう、本当物減らさないと運気上がんないんだから。もうこれがファーストステップですよ。物減らす、床面積広げる、もう多分ね、ゴミ収集って最後いつか知ってますか。まあ地域によって違うでしょうけど、多分12月の26とかじゃないの、25、26とかもこれね最後じゃないんですか。あ、結構ギリギリまで来ます、28とか。でもほら、あの不燃ゴミとかあるじゃないですか、ああいうのって結構早かったりするでしょ。27ですか、27が最後。あ、今日何したんだっけ。じゃあ9日しかないじゃん。あ、9日しかないじゃん。あとはもう大型のやつ行ってくださいね、本当にね、大型。もうベッド行ってくださいね、ベッド。あれだけ言ってるのに、この中でね、12人の人がベッドなんだよ。何この空気。ベッドダメですね。そのベッド何年ですか。ね、分からないぐらい昔でしょ。朝しんどくないですか。ひどいですよね。いや最近じゃないですよ、何年も前から。だから僕はもうそのベッドっていうのはもう本当にあんまりおすすめしてなくて、なんでかっていうと、あのベッドのマットレスを太陽の光に干すことがないからですよ。敷きっぱなしですよね。でベッドの下っていうのはこう掃除できるタイプのベッドですか。ベッドの下は綺麗ですか。相当汚いですね、最近綺麗です。はい、あのベッドの下というのは年間でホコリが7メートル溜まるんですよ。だから10年センチのベッドを使っている人なんてのはもう70メートルですから、高層階に住んでると一緒なんですよ。まあホコリは邪気ですから、邪気の上に寝てるのと一緒なんですね。しかもマットレスの中にはまあ大体年間にして2、3000人入ってくるわけですよ。だから邪気の上に寝てるのと一緒なので、体調がしんどいという人はまあ大体ベッドの人が多いですよ。だからベッドの人がホコリだらけっていう人はもう大概朝しんどいですね。本当にしんどい。だからそれを手放して布団で寝てみるっていうことにすると本当に体調変わりますね。で、僕はエアウィーブってやつを使ってるんですね。で、毎年12月が、買い替えの時期なので新しいの買いましたね。はい。布団の賞味期限1年ですから。でね、最近面白いことを発見して、エアウィーブって実は1ヶ月2000いくらでレンタルしてるんですよ。はい、エアウィーブ買うと7万ぐらいします。7万8万します。だけど1ヶ月2000いくらのレンタルなので、もしよかったらレンタルしたらいいんじゃないの。年間3万ぐらいでしょ。で僕聞いたんですよ、1年経ったら新しいのと交換してくれますかって。そしたらいいよって言ってくれましたよ。だから年間3万円でエアウィーヴがレンタルできるってことですね。よくない、いいっしょ。1日100円、いいでしょう。そうでしょう。しかもエアウィーヴ高いからさ、ねえ、1ヶ月2000いくらのレンタルなんで、そうするとね、毎年毎年買い替えることもなく1日100円でエアウィーヴが、エアウィーヴの上で寝れるというね。寝具も新しいのに一掃してくださいね。もう2019年になったらもう今持ってる服もなるべく手放して2019年は新しい洋服でスタートする。で、僕いつも言ってますけども、2019年の1月1日は絶対にサラのパンツ履いてくださいね。新しいパンツ、真新しいパンツ、サラのパンツ。あ、サラのパンツ。まあ、新しいサラのパンツもいいけど、
だ2019年は本当に真新しいパンツで過ごしてください。だから本当ね、パンツと靴下はね、本当いつも新しいの履いてほしいですよ、僕は。でね、この話をするとね、すごい真面目な、本当に世の中ね、真面目な人ってね、本当いっぱいいてね、真面目な人ってすごいですよね。もう僕はいつも2019年になった瞬間から新しいパンツ履いてくださいっていつも言うんですよ。で、そうするとね、もう毎年毎年この質問されるんですよ。坂上さん、ちょっとね、公演終わった後、つかつかと僕ですね、坂上さん、ちょっといいですかと。坂上さん、2019年になった瞬間に、新しいパンツに履き替えろというふうにおっしゃってたんですけども、私、毎年毎年、大晦日の夜中っていうのは、神社仏閣に行って、初詣に行くんですって。なので、その時に、1月1日になった瞬間に、トイレに行って新しいパンツを履き替えた方がよろしいでしょうか。僕はいつも同じ答え言いますよ。初詣に行くときは絶対にノーパンで行ってください。1月1日になった瞬間に履いてくださいって言うんですよ。そうするとトイレに行かなくていいですよ。だからお賽銭のところに並んでたとしてもその場で履けるじゃないですかいう話をするんですよ。そうするとね、中にもね、はぁ、そういう考え方もあるんですね冗談だよって言うんですよ